くらいに起きたのでめっちゃ眠いです。ちょっと早起きの練習と思って。そう、めっちゃ眠い。でも昨日は割と早く寝たんです。ちょっと待って、じゃん、最近アプローチ全部見えてないアプローチとか言って何も見せてないんだけど、そうゲットしたんですよ。ちょっと今画面を写真にしちゃってるかな。じゃーん、憧れの、ずっと欲しいって言ってたでしょ。ちょっと今画面見せないけどゲットしたんですよ。見えない、ちゃんとちゃんとですよ、嘘じゃないからねこれのおかげでちょっと今日は頑張って起きれました。そうね、ちゃんと壁に移動してよ。ちょっと今あれ描こうかな、そう運動店ちょっと画像がさ、めっちゃプライベートとか友達とか写ってる写真にしちゃってるから、じゃん、運動しなきゃね。ちょっとじゃあ明日のスケジュールを書こうかな。あ、ここに貼るやつちょっと今から作っていいですか。ね、ありじゃない、ちょっとそれしよう。準備、せっかくの練習配信だし準備しましょう明日。これちょっと待って、テラップにイベント練習中って書こう。なるほどね。あ、おっとっとっと、テラップ、イベント、イベント練習中、いいね、何を書けばいいんですっけ。何を書こう、スケジュールと、スケジュールと何、イベント参加中みたいな、それはテロップに書けばいい。スケジュールとあと何書けばいい、タイムテーブル、うん、とりあえずじゃあタイムテーブルを書きましょう。タイムテーブル書いてれば十分。これくらいで見えるかな。ちっちゃくない、ちっちゃくない、2枚くらい。いや今日はまだあれ2枠しかあれだけど、ちょっと何枚も使って書けばいいか明日からは。あー、企画予定があれば。なるほどね。あー、ハッシュタグ書いて、あ、確かに。ハッシュタグ、ミスチャレみたいなね。あ、確かに。拡散もしてもらえそうだし。じゃあ、タイムテーブル、スケジュールと、ビリビリいきますと、あと何だっけ、ハッシュタグと、めっちゃ書くこといっぱいじゃん。ちょっと太いやつ買っとこう、ペン。普通に何時から何時みたいな気分。見えるかなこれ。ちょっと今ペン細いけど、あー、まあ太く書けばいけそうじゃない。こ
この髪ちっちゃいのちょっと大きいの、大きい画用紙も買っとこう。やばい、早いんかも。あ、明日のスケジュール。あ、待って、今日は21時からか、夜。から21時半ですね。午後は21時から21時半です。朝ごはんは、私の今日の朝ごはんは明太子おにぎりです。美味しかったです。お昼ごはんは食べてない。まだ何を食べようかな。ちょっと細いペン大変、太いペンと大きい画用紙をたくさん買ってこう。じゃん、見えますか？いや、これはちょっと今日は準備不足ですけど、ちゃんと大きいペンと大きい紙用意しとく予定。ギリ見える？ちょっと下の2が薄い。ちょっととりあえず今日のね。いや、明日のやつも今書きたいけど、紙ちっちゃいかな。あ、見える？あ、オッケー、よかった。今日はとりあえずこれ。え、待って、こっちのさ、紙やったら大きくない？裏紙ですけど。じゃあ明日のも書いとこう。じゃあとりあえずこれを今日の、ちょっと待って、2の終わり21時。え、ほんとだ、なんで？意味わからんミスしたる。ありがとう。ねえ、どうしよう、ほんとやん。配信時間0分なんだけど、待って待って、どうしよう、どうもできんなんですけど。無理がありすぎる。ちょっと待って、どうしよう。はい、完璧。雑な直し方です。待って、貼れそうなテープがさ、マスキングテープしか、強力テープを買っとこう。落ちてきそうだな。とりあえず今日のスケジュールです。どの辺、私結構動くからな。この辺だな。ピタッ。おー、なんかイベント中っぽい。それ前髪めっちゃよくかね、このまま配信してたわ。さっきずっとピンで止めてて、あー、前髪直さなきゃとか思ってて、ボソボソのままやってたわ。なんかでもセットしてる感あるくない？やばい、よくこのままやってた。完璧、今日のスケジュール。ハッシュタグ書きたいな。でも髪大きいのないもんな。それか。でも綺麗に拭きたいよな。あ、でも今書きて。買ってくれよ、買った。
あと18分しかできない。あ、ホワイトボードめっちゃいいね。まあいいや、ハッシュタグのやつだけここに書いとこう。オッケーオッケー。あとは紙をちょっと用意しておいて、今日の夜は2日目のタイムスケジュール決めたいけどな。それはしてやるべきかな。30分って短いね。ハッシュタグ、吉田カレンのあ、ちょっとめっちゃバランスを悪いか。昨日はね、何時に寝たかな、めっちゃ早く布団に入りました。12時くらい。すごくない？私にとったらいつもさ3時とか、早くても2時に寝てるのに12時くらいにね布団に入りました。だから1時くらいに寝たんじゃないかな、わかんない。早いっしょ。みんなお昼ご飯食べましたか？いや、私結構さっき朝ごはん食べたから、お腹空いてないわまだ。あー、やっぱ後で書き直そう。綺麗な大きな紙、とりあえず仮で時間あるときに書こう。やばい。てか2日目からのタイムスケジュールが難しいですよね。今日の夜またみんなに案もらっていいですか？結構いろんな
LGT さんとかイベントこの前までやってたから、いろんなメンバーさんのスケジュールとか見させてもらったり、すごい規則正しい生活ができそうです。健康的な生活がこの1週間は特に。早寝早起きできないとやっていけないからね、絶対。2日目から大変だよね。初日は午後からだけど、朝5時からとかさ、やっぱやるべきなのかな。逆にどうなんだろう、みんな、どの時間くらいからやるのがベストなんですか。できる時間からやっぱやるべきな。もう見えるくない？あ、そうだよね、結局制限あるし見れる時間の方がいいよね。7時くらい、確かに7時くらい見れる人が多そう。5時からできるから5時からやっても見れない人がほとんどだったら意味ないもんね。じゃあ7時くらい、7時台からの時間で基本考えた方がいいか。とりあえず仮で完成。また紙が用意できたらできる、書けるときに書いとこうと思います。綺麗に、いいね、ビスチャレかわいい。ちょっとマジ黒ペンって感じだから可愛くしたいな、ポップな感じで。じゃん、シンプル。あ、見えるやん、意外と。あ、全然見えるね、確かに。めっちゃ早起きするやんからね確かに4時には起きないとって。私が普段寝てるんです。それな、寝坊したら元も子もないわ7時くらい基本は夜に寄せて。あー、なるほど、そういうことね。そうですよね、朝より断然夜の方が見れる方多いんだろう。うわ、2日目のスケジュールあ、もう21分だ。え、これぴったりに終わった方がいい、終わなきゃなんです。あとちょっとしかできないじゃん。次は夜だよ。間に、もし遅れちゃったらどうしようかな。今日の夜ツイッターとかで755とかで言えないんだよ。まあ、8時には一応今日のスケジュール終わる予定だから1時間も押すことはないだろうけど、多分大丈夫だと思う。今日は1と2だけ、そうです、今日は2枠だけです。練習配信、ふう。じゃあ今日の夜は21時ですか。
今日の30分で2日目のタイムスケジュール立てられるかな私。あ、なんかねめっちゃ緊張してるんですよ私。イベント参加するってな発表された日からめっちゃ緊張してる。ずっと緊張してる。ぴったりに終わらない次の枠の準備のためなんで今日は大丈夫で。ああ、なるほどね。じゃあ別に今日夜9時30分過ぎてもそうだよね。うん、9月13日。なんか企画は企画もだってなるべくいっぱいやった方がいいしね。ごちゃごちゃなんないようにしなきゃ。9月13日、7時スタート、7時半くらい、7時、1時半くらい。わっ、つっ、わっ、明日は17、午後の17時からです。明日どの時間に何の企画をやるかもまだ決めてないか、なんとなくしか。それもしっかり決めて今日中にツイッターに上げないと。7時半、待って、じゃあ7時半、7時から、あ、どうなんだろう、やば、どう、わかんない。まあ7時半、ちょっと考えて。ふう、熱っ。すんごい眉毛がそんなこと言ってる。暗い、暗いですか、暗くない。あ、そうだね、平均分、確かに。どうやって変えるんだっけ。何にしたいですか。マイアミ今日はすっごいマイナス100点くらい。うんってなってる。ずっとこっちでピンで止めてたから。自分のモチベが上がるのとかおすすめ。何それ面白い。何、どういうこと、自分のモチベが。吉田カレーしか勝たん。むずいよ、むずいんですけど。
あ、確かにランキングどのくらい、まあ、1分前、2分前、3分前とかに。カレンちゃんかわいいねとか。あー、なるほどね。オッケーオッケー、じゃあそれに、そういう私がモチベー上がるやつに変えておきます。オッケー。じゃあランキングを読もう。ぴったりに。でランキング読みますね。13位テリウスさん、ありがとうございます。12位わさっぴさん、ありがとうございます。11位オニオンナイトさん、ありがとうございます。10位竹本さん、ありがとうございます。9位としゆきさん、ありがとうございます。8位ももかんさん、ありがとうございます。7位まさやさん、ありがとうございます。6位おうちゃんさん、ありがとうございます。5位群馬のヨッシーさん、ありがとうございます。4位ヒガさん、ありがとうございます。3位トリオエジさん、ありがとうございます。2位マクリザシさん、ありがとうございます。1位マボロシさん、ありがとうございます。おお、あと1分くらい。なるほど、じゃあぴったりに終わるね。夜は21時です。待ってます、お願いします。ふう、ドキドキだね。オッケー。緊張する。今日の夜は明日のスケジュール立てたり企画とかを決めたりします。待ってます、よろしくお願いします。じゃあ皆さんありがとうございました。ではまた夜ね。バイバーイ。